皆さん、こんにちは。ハセシュンです。ですね、ついに、新しい靴、レッドウィングを購入いたしました。パチパチパチ。まあ、買ったブーツはね、前回の動画を見てくださっている視聴者の、方々だったらね、まあ、どちらを買ったかっていう風なところなんですけども、まあ、その答え合わせに、はい、なります。早速見ていきましょう。はい、自分が購入したのはアイアンレンジャー808号になります。最後までね、本当にギリギリまで悩んだんですけどね、ブラックスミスかアイアンレンジャーにするか、どっちにしようみたいなね。新品ですよ。はい。じゃあね、今日は、この購入した808号アイアンレンジャーっていうのを、現在所有している8084アイアンレンジャーと、比較しながらね、気になる点、3つをちょっとね、上げていきたいなというふうに思います。早速やっていきましょう。よろしくお願いいたします。ちょっとね、片足だけね、片足だけちょっと、紐通しましょう。まずはね、購入した、この新品のアイアンレンジャーなんですけど、まあ、眺めていきましょうか。いや、確かに噂には聞いていたんですけど、もうすでにエイジングが進んでいるような、そういう見た目になってますね。じゃあこの子のご紹介から。スタイルナンバー8085アイアンレンジャー、レザーはカッパーラフ&タフ、木型は8番ラストという風な形になっております。確かにね、エイジングが進んでいるようには見えるけど、ウイウイしさみたいなのがありますね。はい、かっこいいな。はい、これがね、ラフ&タフか。わかるかな？これ、すでに表面がキラキラ光ってるんですよ。あ、伝わるかな？あ、これです、これです。こう。キラキラ光ってますよね。表面がわずかに。まあ、要はこれ、オイルヌバックなんですよね。はい。ヌバックってことは表面が起毛しているので。で、その起毛している皮に、ワックスローラーっていうオイルをね、こう、ふんだんにギューって押し込む機械に、こう、さらして、オイルが、もう、ふんだんに入っている、オイルドレザー、オイルヌバックに仕上げているっていう、そういうブーツなので、まあ、染み込んだオイルのおかげもあってか、まあ、こういうふうにキラッと光っているんじゃないかな、っていうふうに思いますね。はい。プルアップレザーですよね。この、これ。このね、オイルが走ってますよ。皆さん、ほら。この、ぐーっと色が変わるよっていうのは、オイルをふんだんに含んでいる革靴じゃないと見られないっていう風なね、そういう風に言われているところなので、はーい。やっとね。やっとね。ラフ&タフ購入できたな。この独特感がいいですよね。バックステイってこんな感じだったっけ？買った！バックステイがものすごい硬いですよ、これ。あとは、アイアンレンジャーといえばこの特徴的なキャップドトゥーですよ。短めのキャップドトゥーがね、かわいい。かわいい。かっこいい。かっこいいみたいな。そんな感じですかね。いやー。
いいなあ、これは。表面もね、なんかサラサラしてて、感触としてはブラックスミスみたいな、そんな感じかな。はい。まあ、こちらに出したのが8084アイアンレンジャーになりますね。この子もね、すごい美しく、エイジングがね、こんな感じで、こんな感じで進んでいってるところなんで、はい。まあ、最終的にはね、この子、808085も、ゆくゆくはね、こういう風な感じになっていくんだなっていうのが見て取れるんですけど、ちょっとね、気になる点がね、ありますよ。まあ、気になるっていうか、気づかされたっていう風に言った方が、いいのかな。はい。ですね。まあ、改めて気づかされたことなんですけども、はい。かっこいいんだけど、雑ですかね。ちょっと作りが。はい。雑。どう雑かっていう風な話なんですけど、いや、なんで気づかなかったのかな、今まで。いや、かっこいいんですよ。かっこいいんですけど、近づいてみると結構気になっちゃうな。日本人気質だから、まあそうなのかな。日本人気質だからかもしれないんですけど、アメリカだと割と普通で、もう調べてみたんですよ。8084、この子と見比べてみると、雑さがほとんど同じなんですよね。例えばどういう風なところかっていうと、切り口のところ、例えば、このアイアンレンジャーのこう外側のアッパーの部分とかっていうのは、皮がですね、3枚をバチンバチンバチンってステッチで留めてるっていう風なところがあるんですけど、まあ、ちょっと伝わるかな。皮はみ出てるし、見えるかな？あ、そうそうそう。ちょっとこの皮がはみ出ている部分もあるし、例えばこの切り口もそうなんですよね。ここに2枚。要は内側のこの皮と外側のこの皮があって、これを2枚でバチンって留めてるっていう風なところなんですけど、ここのところ思いっきりずれてるんで、外側と内側の皮の切り口がこうずれてるっていうのが思いっきり目立ってるし、あとはここのところもそうかな。ここもほら、だんだん上からこう下がってきますよっていうところから、ほら、こっからぐーっと思いっきりずれてるんですよ。ずれてるのこれ。あ、まあ、こっちはマシかな。こっちはマシだけど、ここの、中の皮も思いっきり外出ちゃってるし、こっちとこっちが全然差があるんですよね。こんなもんだっけ、アイアンレンジャーって。久々の感覚なので、8084のアイアンレンジャーと、アイアンレンジャー自体をね、こう、細かく眺めるのが、はい。ここはね、うなの師匠も言っていたんですけど、ここの段差の部分がうまく仕上がっていないみたいな。テアンデイみたいな。え、陥没してるこれ。いや、まあ確かにね、こんなに分厚い顔をバチバチ止めていくんだから、多少粗さっていうか雑さは出てもしょうがないのかなっていうふうに思ったりはするんですけど、そうか。あとはあれですよね、こう皮と皮をこう切り出して切りっぱみたいな感じ、ここのところもちょっと、目立つかな。このキャップドトゥーのところも、キャップドトゥーのところの切り出しのところも歪んでますよね。まあ、こう切り出あげたらね、切りがないので、ちょっともうこれ以上やめますけど。わかりましたよ、なんで気づかなかったか。自分ね、このアイアンレンジャー8084の時はね、それほど気づかなかったんですよ。気づかなかったというか、気にならなかった。なんでかっていうと、黒だから。カッパーラフ&タフは濃いところと明るいところっていう、こう明暗がはっきりしてるから目立つんですよね、すごい。そういうことか。例えば今話したような、ちょっと切り口に段差があるよみたいなところもありますよ、ちゃんと。この子もほら、ここのところ内側と外側で中飛び出てるし、こっちも
こっちはそんなでもないかな。うん、なるほど。君も変わらなかったが、黒だから内側もね、内側もね、外側もね、黒だから全然気づかなかったけど、そうか、ここまでちょっと作りが雑な感じが出ちゃうんですね。なるほど。まあまあいいんですよ、いいですよ。これもね、オイルドレザーだから、履いていけば履いていくほど色濃くなるね、ことはもう目に見えてるんで、そうすれば目立たなくなっていくでしょう。でもちょっとここは切って、自分で切って整えちゃおうかな。なんて、まあ思うくらいかな。まあまあまあ、これも味ということで。ポジティブに捉えましょう。で、いいですよ、全然。全然いいよ。もう。いや、それにしてもかっこいいな。デニムに合うんでしょうね。いや、まあ当たり前なんですけどね。リーバイスとレッドウィングって言ったらもう切り離せない、切り離せない関係だと思うので、はい。まあしかもハイカットブーツだし、ハイカットブーツとデニムの組み合わせはやっぱりいいですよね。あ、まあまあ、言いたいことはね、そういうことじゃなくて、フラットボックスとか、アイアンレンジ8084に関しては、スーツを着てても、スーツ、仕事着と着てても、まあ、みたいな、良くも悪くも、あんまりには、悪目立ちするような色ではないじゃないですか。8085のこの子は、いよいよじゃないですか。ちょっと、いよいよですよね。これスーツ着てこれ履いてたらどうしたっていう色ですよね。ちょっとさすがにごまかし効かないな。はい。フラットボックスはやっぱドレッシー、キャップドトゥーがない分、キャップドトゥーとサキシンが入っていない分、ドレッシー感が出ているので、まあ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 みたいな。で、8084はやっぱ色がね、ダークブラックなので、あんまりこう何も言われて来なかったっていう風なね、ところがあったりするんですけども、8085はね、いよいよ言い訳ができなさそうな色しているので、ちょっとね、職場に入っていく機会がそんなに多くはできなさそうだなっていう風に思いますね。だからちょっとエイジングが遅くなるかな。やっぱり、ネットとかね、YouTube で見たときは、いろんなこうイメージが、ああいう履き方いいな、こういう履き方いいな、みたいなっていうふうに、ちょっといろいろインスピレーションじゃないですけど、イメージできるんです。いざね、現物が手元に届くと、改めてね、思うことがいくつかやっぱり出てきますね。自分もね、エイジングに関しては、ブーツのエイジングに関しては、うわーって結構渋く育ちましたねみたいなコメントをいただいたりとかね、するんですけども、それってやっぱり自分なんやかんや職場に履いていってるからなんですよね。あとは色が濃いめのブーツばっかり持っていたりするっていう風なところもあったりするので、まあスーツ仕事着と着ても、仕事着に履いていってもあんまり悪目立ちしない、目立たないっていう風なところがあったりするので、はい、まあ、いよいよこういう明るめの、まあ、明らかにこう外に着ていく、外に履いていく、ちょっと遊びの効いた靴感がちょっとこの8085はすごい出ているっていうところもあったりするので、ちょっと履く場面はしっかり考えないといけないなっていう風に思ったのと、またやりますね、20日間連続履き。連続で履いていけば短期間で仕上げることは、エイジングのある程度の形まで持っていくことは可能なので、ちょっと皮に負担はかかるとは思うんですけど、まあ自分もちょっとね、早めに仕上げたいなっていう風なところもあるので、まあそれもね、皆さんと早く共有したい。早く共有したいので、ちょっと頑張って履く、機会を、無理やりにでも作りますね。はい、以上になります。いかがだったでしょうか。はい、自分自身もね、カッパーラフ&タフのブーツ一
一足をね持っていないっていうふうなところがあって、うん、ちょっと大丈夫かな買ってもちゃんとお手入れできるかななんていうふうに思ったんですけど、まあなんとか試行錯誤しながらちょっとメンテナンスの方もねちょっと考えていきながらやっていきますね。はい、やっぱりね自分が一番最初に欲しいなっていうふうに思ったのはその若い頃の憧れのアイアンレンジャー、うん、アイアンレンジャーから始まったっていうふうなところもあったりするんで、うん、今後もねアイアンレンジャーが何足か増えていくかはちょっとわかんないんですけど、はい、ただアイアンレンジャーラフ&タフのアイアンレンジャー今回購入したってことに後悔は一切ないので、はい、このこともね新しい日常をね皆さんの思い出を履きじわと一緒に刻んでいきたいなというふうに思います。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それでは。